B-52 ストラトフォートレス、ティンカー空軍基地より飛び立つ B-52H-175BW61 から00365号機、ボーイング B-52 ストラトフォートレスは、ボーイング社が開発したアメリカ空軍の戦略爆撃機。愛称のストラトフォートレスは、成層圏の要塞を意味する。1955年に運用が開始されて以降、アメリカ空軍の戦略爆撃機戦力の一翼を担っており、各種改修を行いつつ2021年現在でも運用が行われている。技術的には、先行するボーイング B-47 で実証された諸要素を踏まえ大陸間爆撃機の航続力と並走搭載力、亜音速の速度性能の期待である。ソ連圏内の目標を自由落下型核爆弾で攻撃するために作られたが、ベトナム戦争では第二次世界大戦で投下された爆弾を大きく上回る量の絨毯爆撃を行い、死の鳥と恐れられた。戦略核攻撃に使用するため、機体中央部は爆弾層となっており、大型で大重量の初期の核爆弾を搭載可能。初期型は、大型の水素爆弾のみの搭載だったが、ベトナム戦争の頃から一部の機体は、通常の自由落下爆弾も搭載可能に改造された。後期型の G 型、H 型においては、空中発射型の巡航ミサイルを主要兵装としていた。兵器は、胴体内の爆弾層のほか、主翼内側下のパイロンに追加搭載も可能である。また、初期型は、ターボジェットエンジンを装備していたが、後期型はターボファンエンジンに換装し燃費が向上、航続距離の延長を図った。降着装置は B-47 から踏襲したタンデム式の変形である。機体下部に複列タンデムに並んだ4つの主脚と翼端を支えるアウトリガーを備えている。B-52 の主脚は、それぞれがステアリング可能だという点で、特徴的である。これは、慣性後方装置により計算され、風上を向いている、機種方向とは別に主脚を、実際の進行方向に自動的に合わせることにより欧風着陸を容易にし、着陸時の横滑りによるタイヤの損傷を防止するように工夫されている。冷戦の激化とソ連による、奇襲核攻撃を恐れたアメリカは、複数の B-52 を常に滞空させることにより敵の核攻撃による全滅を防ぎ、いつでも共産圏への報復核攻撃を可能とした戦略パトロールを1962年から実施していたが、実弾頭の核兵器搭載によるパトロールは複数回の墜落による放射能汚染事故を起こし、1968年の中米空軍基地米軍機墜落事故を契機に、取りやめられた。一層の攻撃力強化のための空中発射弾道ミサイル、スカイボルト搭載計画もあったが、技術的困難から1962年に中止された。以後潜水艦発射弾道ミサイルや巡航ミサイルの発展により、この種の計画の検討は行われていない。なお、冷戦時においても、イギリスや日本、ドイツなどの西側諸国や、革命前のイランなどの友好国の空軍への導入実績はなく、現在に至るまでアメリカ空軍以外で導入、運用実績はない。2021年時点において、過去数度の近代化改装を施した上でも3から4世代前の古い技術による機体ではあるが、いわゆる枯れた技術を基礎としていることから兵器として、最も重要な信頼性に結びついており、兵器の搭載能力、米軍再編による戦力再評価などの諸要因もあり、戦略、戦術両面における評価が高く、1962年に最終号機を納入し終えてから半世紀以上経つが未だに運用中で、これからも適宜改修し2045年までの運用を予定している。2012年現在、76機保有している。機体の発展。左からモデル462、464から29、464から35アメリカ軍は時速 500km、航続距離 8000km を超える大型爆撃機の検討を第二次世界大戦中の1945年から行っていた。ボーイングにおいても大型爆撃機の検討、提案を行い、1946年にターボプロップエンジンを6機搭載したモデル462案が採用され、XB-52 としての開発が開始された。モデル462案には、間もなく修正が加えられ、エンジンを4機に変更したモデル464案となっている。機体の発展。左からモデル464から49、464から67、B-52A その後も、各兵器運用能力の追加などの改良が加えられ、1946年中に、モデル464から16案や464から17案が検討された。さらに空中給油能力などの改良が加えられ、1948年10月には、ターボプロップエンジンを取りやめ、鋼体翼とジェットエンジンを装備した、モデル464から49案が作成された。モデル464から49案を改良した、モデル464から67案をもとに、試作機の製造が開始された。1950年代に入ると、次期戦略爆撃機をめぐる、非公式の競争があった。コンベアは、ボーイングの計画がゼロから始まるため失敗する、リスクがあることに着目し、B-36 の部品を共有した、YB-60 を試作して、YB-52 と競い合った。だが、同じエンジンを同じ数だけ使用しているにもかかわらず、YB-52 は YB-60 より、時速 160km 以上も速く、操縦が比較的容易であった。唯一 YB-52 が負けていたのは、爆弾搭載量で、YB-52 が43000ポンドに対して、YB-60 は72000ポンドであったが、アメリカ空軍は、それについては重要視しなかった。そのため、B-60 は、不採用となり、B-52 が、次期戦略爆撃機として採用されることになった。B-52 とソ連のつ-95。双方は、冷戦期の戦略爆撃の主力を担った。採用は、世界最大級の輸送機案 -124、冷戦期中、B-52 は、戦略パトロール任務に就いた。B-52 は、ソ連の国境の周辺で24時間365日、遊浴し、核戦争の際に先制攻撃や、報復攻撃を即時行えるように待機していた。1966年1月17日1機の B-52G と KC-135A 空中給油機がスペイン上空で空中衝突事故を起こした。4発の4メガトン級の核爆弾 B-28 は最終的には回収された。4発のうち2発は弾頭の起爆用の通常爆薬が爆発を起こしており、プルトニウムとウランが飛散していた。安全装置は墜落の衝撃と爆発に耐えて、核爆発だけは避けられた。事故後、1400トンの汚染された土がアメリカに運ばれた。衝突事故と土壌汚染のリスクの高さから、以降常時飛行のパトロールは中止された。2006年に事故による汚染の調査と除去について、アメリカとスペインの間で協定が結ばれた。1968年1月22日、同じく4発の核爆弾を搭載した B-52G がグリーンランドの中レ空軍基地に緊急着陸しようとして海氷上に墜落した。それによる火災は放射能汚染を発生させ、除去には同年9月まで要した。スターと相比順によりアリゾナ州デビスモン山空軍基地で廃棄処分された。B-52 1973年10月の第4次中東戦争ではソ連がエジプトとシリア側として参戦すると表明した。対抗措置としてリチャード・ニクソン大統領は軍の警戒レベルをDEFCON3に引き上げた。その一環としてメルヴィン・ラード国防長官は B-52 部隊に即時の戦闘態勢を命じ、燃料と兵器を満載した B-52 がグリーンランドの周囲で上空待機することとなった。これを受けてソ連は参戦を断念した。B-52 は陸上配備ミサイル、潜水艦搭載ミサイルとともに戦略核兵器の3本の柱の一つであり続けた。また戦略パトロール任務を外れた G 型の一部は AGM-84 ハープーン空対艦ミサイルを搭載可能に改造され、洋上哨戒を行い、ソビエト海軍の艦船に対抗した。B-52 の代替機として B-1、B ランサーが登場したものの、B-52 の初期型と FB-111 の代替に終わった。ソビエト連邦の崩壊後、第一次戦略兵器削減条約により365機の B-52 が廃棄されることとなり、ロシアは偵察衛星及び監視員によって廃棄の進行状況を監視した。1991年に B-52 は戦略航空軍団において24時間の警戒態勢から解かれた。B-52 は核兵器ではなく、通常爆弾や通常弾頭ミサイルを搭載して、多くの実戦に参加している。爆弾を投下する B-52D 初参戦となったのは、ベトナム戦争である。1965年2月7日、リンドン・ジョンソン大統領は、アメリカ軍将校殺害の報復として、解放戦線勢力圏と同時に、トンキン湾事件報復を口実として、首都、ハノイ市などの北ベトナム中枢への爆撃を命令。いわゆる、フレーミングダート作戦で、3月からは、本格的な北爆である、ローリングサンダー作戦が開始された。B-52 は、グアム島や当時アメリカ統治下の沖縄本島のアメリカ軍基地から、北、ベトナムまで長距離飛、絨毯爆撃を行って帰還した。参加したのは主に通常爆弾を大量に搭載可能に改造した D 型で100発以上の無誘導爆弾を満載して連日出撃した。北爆に向かう B-52 の進路や機数はグアムや沖縄沖でソ連や中華人民共和国のレーダーを搭載した偽装漁船から逐次北ベトナム軍の司令部に報告されていた。ベトナム戦争中、北ベトナム軍のミグ -19 やミグ -21 などの迎撃戦闘機や対空砲火、地対空ミサイルのほか、事故により31機の B-52 が喪失した。だが、強力な電波妨害装置と大量の爆弾搭載量による度重なる爆撃で、ハノイをはじめとする北ベトナムの主要都市の橋や道路、発電所や浄水場などのインフラへ大きな被害を与え、戦後も長く市民生活に影響を残した。1968年に北爆を中断するが、その後、1972年5月8日に、リチャード・ニクソン大統領は、北爆再開を決定した。いわゆる、ラインバッカーアイ作戦である。この作戦は、圧倒的な航空戦力を使って、ホーチミンルートを遮断し、アメリカ地上軍の削減と、地上兵力の南ベトナム化を進め、また北ベトナム軍の戦力を徹底的に削ぐことにより、北ベトナム政府の態度を迅速に講和へ向けることを狙った作戦でもあった。アメリカ空軍は第二次世界大戦以来の本格的な戦略爆撃を行うことを決定し、軍民問わない無差別爆撃をした。本作戦では、従来の垂れ流し的な戦力の逐次投入をやめて、戦力の集中投入に切り替えた。特に12月18日に開始された、ラインバッカー2作戦では、150機の B-52 による700ソティにも及ぶ、夜間絨毯爆撃で、ハノイやハイフォンを焼け野原にした。アメリカ軍による空爆は、北ベトナム国民のみならず、南ベトナム国民にさえ、大量の死傷者を出し、北ベトナム軍と国民にも、少なからず、厭戦的な意識を植え付けた。北ベトナム軍にとって幸いなことに、クリスマス時の再度の北爆は、国際世論の猛反発を受け、短期間で中止されたが、アメリカの目論見通り、この空爆は北ベトナム政府を、講和交渉のテーブルにつかせ、パリ協定の締結につながることとなる。ただし、B-52 も無傷では済まず、ラインバッカー I-2 両作戦では北ベトナム側の猛反撃を受け、D 型11機、G 型6機が SA-2 ガイドライン地対空ミサイルで撃墜される。特に G 型は、東南アジア向け電子戦装備の D 型に対し、核攻撃用の装備しかなく、12月18日から21日までの短期間で6機喪失の甚大な被害を受けた。これを受けて G 型はハノイ爆撃の任からは外されている。一方で2機の B-52D のビブ10座の攻撃でミッグ-21をそれぞれ1機ずつ撃墜している。湾岸戦争では、ディエゴ・ガルシア島などを基地にして、無誘導爆弾のみならず巡航ミサイルも使用し、35機の AGM-86C カルシウムを発射した。その後、開発された GPS、INS 誘導爆弾搭載により精密爆撃が可能となり、2001年のアフガニスタン侵攻及び2003年のイラク戦争でもインド洋のディエゴ・ガルシア島から、発進し、JDAM を使用して爆撃を行った。これらの冷戦下から冷戦後にかけて行われた戦争において、滞空時間が長く多量の爆弾を搭載できる B-52 爆撃機の存在は高い評価を受けた。B-52 は2021年現在、原型の XB-52 のロールアウトからすでに70年。H 型の最終号機のロールアウトから数えても、半世紀以上にわたり配備が続いている。G 型、H 型で大幅な改良を受けたとはいえ、これほどの長寿は、爆撃機としてはもちろん、航空機全般の中でも、極めて異例と言える。ここまで長い運用は、当初から予定されたものではなかった。これは B-52 の後に、様々なタイプの戦略爆撃機を開発。採用されながらも B-52 を完全に代替するものではなかったことによる。B-52 と飛行する B-1B と B-2。共に B-52 を完全に置き換えるには至らなかった B-58 超音速爆撃機は速力で B-52 をはるかに上回ったが、航空を高速で飛行し、敵の防空網を突破するという基本戦術が、対空ミサイルの発達により、価値を失い、また空対地ミサイルの運用能力がないなど進歩する、兵器に対応ができず、短期間で姿を消した。マッハ3の超高速爆撃機、XB-70 は、高コストが災いして試作のみで終わった。また、B-58、B-2 などは、ペイロードで B-52 に及ばなかった。結局、これらの新型機は超音速飛行やステルス性などの性能を要求され、多種多様な兵器を大量に搭載し、遠方に投入、投下する性能については B-52 以上の内容を要求されることはなかった。また、盛り込まれた新技術は整備、維持の困難を招き、B-58 や B-2 のように、アメリカ本土以外の前線基地、例えば東南アジアや中東では、運用がままならない機体もあった。調達、運用コストも総じて高価で、B-52 を代替するのに必要な数を、揃えることは困難だった。一方、新型機が、ことごとく行き詰まるのを尻目に、B-52 は、アメリカ空軍の圧倒的な航空優勢を背景に、その搭載能力と航続力を活かし、核兵器から大量の通常爆弾、巡航ミサイルをはじめとする精密誘導兵器と、時代とともに進歩する兵器に柔軟に対応していった。B-52 の搭載兵器また、戦闘爆撃機、マルチロール機として出現した F-111 や F-15E 等が、かつての大型戦略爆撃機である B-29 を上回る搭載量を実現したことも影響している。F-111 は当初目標の一つの制空戦闘機としてはものにならなかったものの、低空進行可能な戦闘爆撃機としては優秀であるため、対地攻撃任務に主眼を置いた戦術爆撃機として運用されてきた。さらに、爆撃性能に特化し、この機体を戦略爆撃機として発展させた FB-111 という派生型が開発されたこともある。核兵器自体も技術の進歩により小型化され、搭載、運用に必ずしも以前のような大型機を必要としなくなった。また機体単独で航続力を確保しなくても空中給油技術の確立によって航続距離を延伸可能になったことも戦闘機サイズの機体で戦略爆撃任務を担うことが可能になった一因である。より小型の機体で戦略爆撃機としての任務をほぼ代替できる以上、高価な大型戦略爆撃機を多数配備する意味は小さくなってしまった。空中給油に頼らない航続力や大型兵器の運用能力を生かした任務はニッチ的な状況に陥り、担当機種を新規に開発する必要性が大幅に薄れていく中で、現在に至るも旧式機である B-52 がコストの面において、兵器としての価値を保持し続けることになっているのである。こうして、最後の爆撃機らしい爆撃機 B-52 は有力な後継が登場しないままに生き残り、減生しながらもなお、アメリカ空軍の爆撃機戦力の一翼を担い続けている。2009年現在使用されている B-52 は、最終量産型である H 型の71機のみだが、アメリカ空軍は今後も延命措置などを行い現役に止める予定である。当面は2045年までの予定とされるが、さらに延長される可能性もある。初期型の B-52 が現役だった頃には、機長より機体の方が年上、あるいは親子2代で B-52 に乗っているといった例がしばしば見られたというが、B-52 の退役が先に伸びるにつれ、このような例はますます増加していくことになろう。ただし1機種だけ例外的存在がある。B-1 は、ペイロードを含めて、あらゆる性能で B-52 を上回る超音速戦略爆撃機である。A 型では、爆弾層のレイアウトがまずく、大型の AGM-86、B 巡航ミサイルを機内搭載できなかったものの、B 型ではレイアウトを変更し、搭載可能となった。しかしこの B-1 の性能は、過剰なものとされ、第二次戦略兵器削減条約による制限により、現在は緊急近接航空支援という、当初の目論見とは全く別の任務を担っている。勇敢な盾2007軍事訓練に参加する。B-522018 年時点の計画では2050年代までの運用が予定されており、2052年まで続けば、前例のない100年間にわたり実戦配備された航空機かつ正面装備となる。アメリカ空軍は B-52H 型のうち18機を年1機のペースで退役させる予定だった。しかし、2008年にグアム島で1機を自己喪失したため、スケジュールは変更されると伝えられている。また、一部の機体は、電子専用機 B-52 に改造される予定である。B-52 には、今後も各種の延命措置や改造が計画、立案されている。大掛かりな内容では、高バイパス比、ターボファンへのエンジン換装計画があり、これは主に航続距離の増加を狙ったものと言われる。この計画の候補として、現在と同じ8エンジン機にするという案と、より大きく大推力のエンジン4つと換装する案が上がっている。ボーイング社は、現在の TF-33 エンジン8発を、ロールスロイス RB211-535E-4 エンジン4発に換装する案を提示している。エンジン数を減らす代わりに、強力な大型エンジンを搭載し、燃費と出力を同時に改善することによって、航続距離とペイロードの向上が期待できるとしている。しかし、性能の向上が見込めるとしても、エンジン換装には多額の投資を要するため、現在の TF33 エンジンのままで維持した方がより低コストで合理的との試算もあり、エンジン換装が実現するかどうかは不明である。2015年3月8日、アメリカ空軍はアリゾナ州ツーソンの退役軍用機の集積場に保管されていた機体の運用を再開すると発表した。2018年2月、アメリカ空軍では戦略爆撃機の編成として2020年代後半までに B-1 と B-2 を退役させ、エンジン換装などで延命した B-52 を75機、新型の B-21 を100機とする計画を発表した。2021年9月24日、B-52 の換装用エンジンに、ロールスロイス F130 が採用されたことが発表された。B-52 は、1962年10月26日までに、合計744機が生産され、2009年現在も71機のエッジ型が運用されている。各型のビブの比較。ありがとうございます。